はい、おはようございます。安水でございます。今日は、はい、ソニーのね、ZV-1F を使って音声テストをね、していきたいと思います。はい、おはようございます。今日はね、ZV-1F ですね。でカメラの方は、撮影モードはね、なんていうのこれ、インテリジェントなんちゃらかんちゃらって、まあ要はカメラがね、あのシーンを勝手に判断してくれて最適なね、露出ですとか、なんていうんだろう、まあいろいろやってくれるわけですよ。まあ要はですね、フルオートで今ね、撮っております。はい、今年はね、なんだろうな、一応銀杏がね、あんまり道路に落ちてないんですよね。はい、おかげでちょっとね、うんこ臭いのないんでちょっと助かってます。はい、それでね、今日の目的というのはですね、実はダヴィンチリゾルブの18.1 だか01だかちょっと忘れましたけど、新しいバージョンになりまして、ドリキンさんもね絶賛してるんですけど、なんちったらいいのかな、音声をね、拾い上げて、周りの環境音のね音をね小さくしてくれるっていう、そうですね、ヘッドホン、イヤホンとかね、にノイズキャンセリングってありますよね。あれの、なんていうんですか、マイクで撮った音をそういう風に処理してしまうっていうね、モードが新しく加わりましたので、それのね、ちょっとね、今日はね、いろんなねテストをしていきたいと思ってます。はい、それでね、早速なんですけど、まあ僕のねホームグラウンドである大通公園のところで今自分の音声撮ってますけれども、じゃあそのダヴィンチのノイキャンですね、マイクノイキャン、なんちったかな、ボイスなんちゃらかんちゃらっていう機能ね、それではね、今オンにしてみましょう。まずそうだな、 10%。 はい、どうでしょうか、音声変わりましたでしょうかね。こんな感じですね。はい、次はね 20% でやりますね。どうでしょうか、 20% でした時の音声変わりましたでしょうか。はい、次はねドリキンさん推薦の 25%。 はい、どうでしょうか、 25% の時の、はい、これが音声ですね。環境音だいぶ減りましたでしょうか。はい、次 50% ですね。 50% でどうですかね、かなり環境音拾わなくなりましたかね。はい、最後 100%。はい、100% ね、音がちょっとね、音声なんかモワモワモワってしてませんかね、いかがでしょうか。はい、こんな感じになりますね。はい、ではこっからはね、僕の過去動画でね、いろんなマイク使ってたりしてますんで、その時のね、ノイズキャンセリングの効き具合をね、いろいろテストしていきますので、そちらの方をね、ぜひ鑑賞してみてください。はい、それではいろんな事例始めます。はい、ね、なんかパフォーマンスやってますね。札幌はね、もうだいぶなんていうんですかね、大通公園あたりは、うん、コロナの影響もだいぶね少なくなってきたような感じしますね。はい、それと今気がついたんですけど、これ結構そうですね、明るいところでもね、画面なんていうんですかね、やっぱり噂通り見やすいですね。かなり輝度高いんじゃないですかね、自動で補正してくれてると思うんですけど、めちゃくちゃ見やすいですね。あー、すごいですね、すごい人でびっしりでございます。はい、それではまずね、全方位のね、録音モードにした場合ですね、全部の音を拾うモードですね。どうでしょうかね、ノイズ感ですとか、あと周りの音なんかよく拾ってると思うんですけど、はい、いかがでございましょうか。はい、こちらがですね、カメラのね、内蔵マイクですね。
内蔵マイクの音どうでしょうか。私の声は、はっきりと聞き取れるでしょうか。まあ、ソニーのね、内蔵マイクもいい音はするんですけれども、かなりね、広範囲に音を拾ってると思いますけど、いかがでございましょうか。はい。こちらがね、ECM-G1、今回ね、買いました、新しい超小型チビマイクですね、の方なんですけれども、私の音声、それから背景の方どうでしょう。マイクは、私の方に向けてつけてます。はい。これが私の方に向けてつけてる場合の、音声になります。いかがでしょうか。はい。それではね、いつもの交差点のところでもやってみましょうか。はい。10%。はい。25%。ね、どんな感じでしょうか。はい。それではね、50% にしましょう。はい。50%。どうでしょうか。雑音やなんか取れたでしょうか。はい。それでは次はね、100%。どうでしょうか。車の音とか消えますでしょうかね。はい。ということで、いかがだったでしょうか。今日の音声テスト。ね、いろんな事例のもちょっと聞いていただきましたけど、ダヴィンチのこの強力な、はい、ノイキャンって言ったらいいのかな？使い物になりますでしょうか？はい、それではね、また今度いろんなテストしてまいりますので、楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。さよなら。